こんにちは、アラサー夫婦です。今回は高配当株おすすめの買い時3選というテーマでお伝えしていきます。今回は皆さん大好きの高配当株の買い時を紹介していきます。この質問は YouTube を始めてからこれまで500万回聞かれてきたので、私自身の考えるおすすめの購入タイミングを3つ解説していきます。私自身このポイントを意識したことで2年間で配当金を70万円まで増やすことができ、含み益も現在たっぷりな状態で運用できています。動画の中では具体的な指標も紹介するので、投資する際の参考になるはずです。最後にはおまけとして、高配当株投資の付き合い方やこんなことを考えて投資しているよっていうところも紹介していきますので、これから高配当株投資やってみたい、もっと配当金を増やしていきたいっていう方はぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。高配当株に投資をして配当金だけで生活を送りたいって夢を見る方は多いと思います。ただ高配当株投資の最大のデメリットと言っても過言ではないのが、購入するタイミングが難しいことです。皆さんここ悩みますよね。というのも、高配当株の特徴として、たくさん配当金を出す企業は自分の事業にお金を使うのではなく、そのお金を配当金として株主還元する、こういった企業なんですね。なので企業が大きく成長して株価が何倍にもなりにくいんですね。つまり高値で購入してしまうと含み損をずっと抱えてしまうっていう可能性もあるんです。だから高配当株の買い時は大事なんです。じゃあおすすめの買い時はいつなのか、ここから3つ紹介していきます。おすすめの買い時1つ目は暴落時に購入するです。私が高配当株投資で大きな含み益を得られたのは、多くの株式を暴落時に購入できたからです。ここで過去の暴落を振り返ってみましょう。こちらは S&P500 の過去の暴落、こちらは日経平均の過去の暴落をまとめております。過去を振り返るだけでも数年から10年に1回は大きな暴落があるのが分かりますね。こういった暴落時には優良な企業でもリスクオフのために売られてしまい、株価が大きく下がります。そして高配当株の株価が下がると配当利回りは上がります。こちらは東京海上ホールディングスの株価推移です。コロナショックのあった2020年5月15日、この時株価は4422円でした。この時に株を購入していれば、利回りはなんと 5.3% ありました。ただ、暴落前の高値である6269円で購入していると、利回りは 3.7% です。このように暴落時は少ない資金でも優良株を割安に多く買い増すことができ、なおかつ高利回りで購入できるチャンスなんです。ここで米国の高配当株を購入する際の一つの目安になる指標を紹介します。それがVIXです。のど飴ではありませんよ。ボラティリティインデックスと言われるものです。これは多くの投資家の方がよく見ている指標の一つです。このVIXはよく恐怖指数とも言われます。何この恐怖指数って、今から貞子でも出てくるのって思うかもしれませんが、これは株式市場に対して投資家の心理状態を数値化したものなんですね。投資家がこれから株価の値動きがどうなるか怖がっている、この心理状態を表しているんですね。じゃあどうやってこのVIX恐怖指数を数値化しているかというと、これ S&P500 の先物オプション取引をもとに算出しているんですね。VIX はどのように動くかというと、値動きが激しくなると VIX は上昇し、値動きが安定していると VIX は低下します。平時の時は10から20程度、25から30になると警戒、40から80になると暴落レベルです。実際に VIX 指数を見ていきましょう。見てみると大きく上がっている箇所が2箇所ありますよね。2009年のところ、ここがリーマンショックです。そして最近2020年のところ、これがコロナショック時ですね。この時 VIX は80を超えていますよね。その他でも30から50を超える部分も結構見られますよね。こういった時に株価の値動きが激しくなっています。この VIX、 私はいつも investing.com で見ています。お気に入りに追加し、こんな感じの画面なので非常に見やすくておすすめです。
では実際にVIXと高配当株の値動きに相関があるのか見てみましょう。ここでは米国の高配当株 ETF として非常に人気の VYM と VIX で比較して見てみましょう。オレンジが VYM、青色が VIX です。VIX20 のラインがここ、VIX30 のラインがここになります。VIX が30以上になっているのはこのあたりでしょうか。VIX が30以上に上がっているところではオレンジ色の株価が下がっているのがわかりますね。なので VIX が30ぐらいになる、これを一つ買いの判断材料として使っていくのもいいと思います。ここまでご紹介して暴落時に購入したらいいのは分かっていただけたと思いますが、ただこの理論を実践するのはなかなか難しいんですね。というのも暴落は下落がいつまで続くかわからないですし、そもそも暴落時には投げ売る人が続出します。そんな中自分たちは周りと反対に購入していくんです。これはなかなか日本人は特に難しいですよね。さらに初めて暴落を経験する方は暴落時に冷静でいることも難しいでしょう。難易度は高くなります。そんな方に向けて暴落時もしっかり購入できるような対策を3つ紹介しておきます。1つ目は現金を確保するです。現金がないと追加投資できませんからね。軍資金をある程度準備するか、毎月のキャッシュフローをプラスにしておき、追加投資がいつでもできる状態を作っておきましょう。2つ目は平時から購入銘柄をリストアップしておくです。暴落時に慌てて調べるのではなく、今から購入銘柄を分析しておき、今度暴落や下落が来た時に購入するための準備をしておきましょう。特に過去暴落があった時に配当金が減配されたのかどうだったのかは確認しておきましょう。おすすめなのは暴落を何度も乗り越えて増配をし続けた企業、これは分かりやすいですね。3つ目は資金を少しずつ投入していくです。暴落時はどこがそこかも分かりません。落ちるナイフをつかむなという格言もあります。なので例えば株価が 5% 下落したら資金の数パーセントを投入する、さらに 10% 下落したら〇〇パーセント追加投資をするのように計画を作っておくのもいいと思います。しっかり暴落時に買い増しできるよう準備していきましょう。以上がおすすめの買い時1つ目暴落時に投資するです。おすすめの買い時2つ目は株価が下落した際に購入するです。1つ目に紹介した暴落レベルの下落は数年に一度あるかどうかです。ただ数パーセントから 10% くらいの下落は1年の中でも数回見られます。じゃあどんな時に株価は下落しやすいのか見ていきましょう。まず1つ目は不安材料が出た時です。これは市場全体もしくは個別企業にイベントがあった場合ですね。最近であれば米国 FRB の利上げや QT、 さらにウクライナ危機など、これは市場全体に影響を及ぼすイベントですね。2つ目は配当権利落ち日です。配当権利落ち日には株価が下がりやすい傾向があります。これは直近の配当金を受け取る資格が喪失するため下がる傾向があるんです。例えば SPYD で見てみましょう。基本的に高配当株は権利落ち前になると株価は上がりやすく、権利落ち日になると株価は数パーセント下がります。 SPYD の場合ここの部分ですね、窓を開けて株価が大きく下がっているのが分かりますね。 SPYD の場合四半期ごとに支払われる1株当たりの分配金は 0.3 から 0.4 ドルです。株価下落はだいたい 0.4 から 2.5 ドル程度下がっていました。つまり場合によっては配当額以上に株価が下がることもあるんですね。権利落ち後の下落を狙っていくのもありかなと思います。3つ目はアノマリーです。アノマリーって皆さん聞いたことがありますか？アノマリーとは理論では説明できないものの経験的に観測できるマーケットの規則性のことを言います。有名なアノマリーをいくつか紹介します。例えば1月効果というものがあります。これは1月は株高になりやすいっていう傾向があるんですね。他にはセルインメイです。これも有名ですね。セルインメイっていうことなので5月に売れっていうことです。これなぜかというと5月に高値をつけてそこからですね6月以降は株価下がりやすい傾向がある、だからこういったセルインメイという言葉も生まれています。夏枯れ相場、これはその名の通り夏の時期は株価の動きが鈍く換算相場になりやすい。ハロウィン効果、10月は株価が下がりやすい、
過去の暴落、世界恐慌やブラックマンデー、リーマンショックも10月に起きています。他にも日本では有名な芸能人が結婚すると何々ロスといって株価が下がったというアノマリーもありますね。例えば堀北真希さんが結婚した時には895円日経平均が下落したり、福山雅治さんが結婚した時は714円。ただ2017年以降はそこまでこのアノマリー通りにはなっていなかったですね。こういったアノマリーがあるんだと知っておくとちょっと相場の見方がまた変わってきますね。4つ目は押し目です。よく押し目買いとも言われますね。この押し目というのは株価上昇中の中の一時的な下落のことを表します。図で表すとこんな感じです。直近の高値から株価が少しずつ下がって、そこから反発していく、そしてできた底のことを押し目というんですね。押し目は株価が上昇していけばある時点で利益確定をする人が一定数出てきます。そこで一時的に株価が下落することがあるんですね。株価が上昇トレンドの中ではこういった押し目で購入していくのも一ついいかと思います。株価が下がる要素は他にもたくさんありますが、ひとまずこういったところは押さえていただけたらいいんじゃないかなと思います。おすすめの買い時3つ目は積み立てプラススポット購入をするです。この3つ目はおすすめの買い時というよりも買い方に近いですね。日々株価をなかなかチェックしづらいっていう方だったり、そんなに購入するタイミングに悩みたくない、だけど高値掴みはしたくないっていう方におすすめの方法です。具体的な方法は定期的に1株ずつ高配当株を購入していきます。定期的に購入していけば取得単価を慣らすことができます。いわゆるドルコスト平均法もどきみたいな感じでしょうか。ここに加えてスポット購入を市場全体が下落した時にしていきます。普段1株購入しているのをいつもより多めに5株、10株、20株、30株と、これは人によって様々でいいと思いますが、多めに購入していく。だいたい毎月これぐらいの金額は購入しようと決めて少額ずつ購入して、あとは相場が下がったタイミングで多めに購入する。これだけです。これがうまくできれば、機会損失を避けつつ取得単価を下げることができます。ただしいつでも追加投資ができるように現金はやはり常に確保しておきましょう。ちなみに現在の株高の中でも私はこの方法を実践して高配当株投資を続けています。ただここで一つ注意点として、積み立て投資一株ずつ少額ずつ購入していってもいい銘柄の特徴をご紹介しておこうと思います。それはまずは売上利益が伸びていること、財務が健全であること、フリーキャッシュフローが潤沢であること、配当が増配傾向であること、こういったところですね。つまり優良株であるということですね。長期的に株価は業績に連動していくと言われています。売上利益がしっかり伸びていれば株価も上がっていきやすいです。ただここでおそらく皆さんは、いやこの銘柄選びが難しいんだよなっていう風に悩まれる方が多いと思います。そんな方に向けて、過去には動画で日本の高配当株に465万円2年間投資した結果っていう動画も作ってます。こちらの動画では私の日本株のポートフォリオ全銘柄公開しているので、こんな銘柄があるんだという参考にしていただけたら嬉しいです。米国の高配当株に関しては、こちらオックスフォードクラブジャパンさんの永久に持っておきたい6つの高配当米国株という特別レポートがおすすめです。こちらは無料メルマガを登録するだけで、実際に6つのおすすめ銘柄を教えてもらえます。定期的に送られてくる無料メルマガも勉強になるのでおすすめです。まだゲットされていない方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。ではここからは実際にご視聴者さんからいただいたよくある質問に2つ答えていきたいと思います。まずは、株高で高配当株投資始めにくいです、いつ始めたらいいですかというものです。これに対しての答えは、今がおすすめです。もしかすると、今が最適なのって思うかもしれませんが、最適なタイミングはなかなか来ないです。仮に最適なタイミング、つまり暴落が来て株を割安で購入できる時が来たとしても、あなたは本当に投資ができますか？始められますか？これなかなか難しいと思うんですね。そしてタイミングよく暴落も来ません。だったらとりあえず少額購入してみるのがおすすめです。
株価の値動きに慣れてみたり、配当金を実際に受け取る経験をまずはしていきましょう。実際に高配当株投資をやってみて、自分がどう感じるのかを体験していきましょう。自分に合っているなと思えば、今後どういうふうに購入していくか考えていけばいいでしょうし、もし自分には合っていないなと思えば撤退すればいいんです。まず始めてみないとわからないことが多いんですね。ずっと悩んでいるのであれば、今すぐ少額で始めてみましょう。よくある質問2つ目は、保有株が取得単価より上昇してなかなか追加投資できませんというものですね。この気持ちめちゃめちゃわかります。割安な時に購入できたのはいいものの、その後株価が上昇して追加投資しにくいっていう状況ですね。この場合、選択肢は3つあると思っています。まず1つ目は押し目を待つです。先ほどもご紹介しましたが、株価上昇傾向であっても調整局面はどこかであると思うんですね。この押し目を待って購入するのが一つかなと思います。個人的にはずっと下落トレンドで割安に放置されている銘柄よりも、上昇トレンドに乗っている銘柄に素直に投資していく方が気持ち的には楽なのかなというふうに思います。2つ目は積み立てプラススポット購入をしていくです。これも先ほどご紹介した通りですね。暴落時のみに追加投資をして割安でしか株を購入しない、つまり100点を狙っていくような投資をせずに、ある程度定期的に購入していき、暴落時も購入し取得単価を鳴らす70点から80点ぐらいの投資をしていく、そんなスタンスで考えるのもいいかもしれません。米国の高配当株 ETF SPYD なら1株5000円程度で購入もできます。さらに最近、楽天証券や SBI 証券なら買い付け手数料が無料になりましたね。日本株についても低コストで1株少額ずつ購入できる証券会社が増えてきました。その中でも今、LINE 証券ではお得なキャンペーンがやっています。LINE 証券の口座開設とクイズに正解するだけで最大3000円相当の株がタダでもらえます。もらえる株の中には高配当の銘柄もありました。私も実際リコーという株をもらいました。他には株取引アプリのストリームという証券会社を口座開設すれば、今なら最大5000円相当の株が必ずもらえます。こういったキャンペーンを使えば高配当株投資をノーリスクで始められるのでおすすめです。こちらもぜひ概要欄をチェックしてみてください。3つ目は他の銘柄を探すです。現在保有している割安で購入できた銘柄は一旦静観します。新規銘柄で割安の優良株がないか調べてみましょう。市場にはサイクルがあると言われています。そのサイクルの時期によってパフォーマンスがいいセクターや低迷しているセクターがあります。セクターも循環するんですね。その時に新たな銘柄を探してみるといい銘柄に出会えるかもしれませんね。ちょっと視野を広げてみるのもいいかもしれません。以上がよくある質問についてでした。では最後に、私が高配当株投資をしていく上で大切にしている付き合い方について2つ紹介していこうと思います。ちょっと肩の力を抜いて聞いてもらえたらと思います。まず1つ目は、完全な底で買おうとしないということですね。どうしても底で割安で多くの株数買いたいって思うかもしれませんが、投資の格言で頭と尻尾はくれてやれっていう言葉もあります。毎回ベストを狙うのではなく、ベターで十分と思って付き合っていきましょう。このぐらいの心持ちの方がリターンは自然と高まっていくんじゃないかなと個人的には思っています。付き合い方2つ目は、インデックス投資との二刀流にするということですね。これは私自身とてもおすすめな方法です。こうすることで相場に合わせて投資をしていくことができます。例えば株価が高値の時にはインデックス投資は積み立て投資を継続します。高配当株投資は一旦待機です。そして株価が下落した時どうするかというと、インデックス投資は下落時も積み立て投資を継続、高配当株投資は積極的に買います。下落時に利回りの上がった高配当株を集めていきます。このように相場に合わせて比重を調整していけば、投資機会を逃しているなっていう気が軽減されます。インデックス投資は常に積み立てしていますからね。そっちで買い増しをできているので、高配当株は待機しやすいと思います。この二刀流の投資方法についてはこちらの動画で詳しくおすすめの理由を紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください。まとめです。
今回は高配当株おすすめの買い時3選として3つ紹介してきました。まとめるとシンプルに3行で終わってしまうんですが、実際には準備しておくことや指標にするポイントもたくさんあったと思います。もしよければこんな時に私は買っているとか目安にしている指標などあればコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。もし今回の動画良かったなと思っていただければ、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 Vlog チャンネルも再開しております。妻と一緒に沖縄移住セミリタイアまでの過程をリアルに発信しているので、ぜひこちらもご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。